どうも皆さん、歴史トラベルです。本日は愛媛県の戦国時代について取り上げたいと思います。はい、まずはこの地域の戦国時代の始まりから見ていきましょう。現在の愛媛県にあたる伊予の国では、鎌倉期以来の名族、河野氏が守護を務めていました。ところが、15世紀中頃になると、総領家と諸家で守護の座を奪い合う事態に。すると、諸家、道晴の攻勢を受けて、総領家の道直は、一時的に没落を余儀なくされます。最終的には、道晴が病死したことで、総領家の道直は、なんとか持ち直しますが、道晴の子である、道厚は、抵抗を継続。河野氏の内輪もめは、一向に収まる気配がなかったのです。一方で、河野氏の支配権は、伊予一国には及ばず、東部の馬、新井郡は、細川氏の代官、梶氏、石川氏が治めていました。また南部の北郡は、宇都宮氏、そして宇和郡は、西園寺氏が独自に支配。さらに芸予諸島では、海賊州、村上氏一族が自律的な動きを示すなど、河野氏の支配領域は、主に中部地域に限定され、不安定なものだったのです。栄章期を迎え、ようやく総領家と諸家の抗争に終止符を打った河野氏ですが、今度は文国内の反乱に悩まされることになります。府中、石井山城の茂見道種が反乱を起こすと、河野氏はすぐさまこれを鎮圧。ところが茂見氏が、巣を大内氏のもとへ逃亡したことで、大内氏との間で緊張が高まっていきます。やがて、大友氏、宇都宮氏らと結び、大内氏に対抗する動きを示すと、本拠、湯月城を改修。大規模な堀を布陣し、大内氏の伊予侵攻に備えたのです。ところがなんと、大友氏は、大内氏と和睦を締結。さらに、大内氏の警護衆が、伊予諸島を立て続けに襲撃します。すると、大内氏への対応をめぐって、河野氏では、家中が分裂。この頃になると、来島村上氏が、家中で発言力を高めており、旧来の家臣団との間で、意見の対立が生じつつあったのです。この結果、道直に代わって、その嫡子、春道が当主の座を継承します。結局、春道の急死を受けて、道直は復権し、大内氏との和睦も実現しますが、なんと、今度は新たな後継者である、道信と対立。武力衝突の結果、道信が勝利しますが、度重なる内紛を通して、河野氏の当主は、徐々にその求心力を失っていくのです。河野氏が内乱に苦しむ一方で、芸予諸島の村上氏一族は、その勢力をますます拡大。瀬戸内海の水運、海上軍事に多大な影響を及ぼしていました。特にその中心的存在、野島村上氏は、大内氏との関係を強化。芸予諸島を影響下に置いた大内氏に対して、河野氏は抗争を継続できず、和睦に至ったのです。ところが、ここで事態は急展開。重臣、末春方のクーデターによって、大内義隆が自害に追い込まれます。すると春方は、海賊衆にとって、なりわいとも言える、通行税の徴収を禁止したのです。こうした背景からか、来島村上氏は、春方と対立する、毛利氏を支援。厳島の戦いの勝利に貢献します。そして重臣である、道康を通じて、河野氏も、毛利氏との連携を深めていくのです。また、野島村上氏も、これに同調し、大友氏との合戦に参加するなど、毛利方としての活動を推し進めていきます。一方で、対岸の東伊予地域、馬郡、新井郡では、阿波、三好氏の影響が及びつつありました。もともと、細川氏の代官、石川氏らが支配する地域でしたが、細川氏が弱体化するにつれて、各領主は三好氏に接近。一騎を形成しつつ、大勢力の狭間で生き残りを図るのです。平禄年間を迎えると、大友氏を後ろ盾とする土佐一条氏が伊予侵攻を開始。この頃、河野氏は宇都宮氏と対立しており、北軍の調略や制圧を進めつつ、宇和軍北部まで進出していました。宇都宮氏に組みする一条氏は、これに対抗すべく北軍に向け進軍したのです。このような状況で、河野氏の重臣、来島道康が病死。
河野氏の拠点登坂城は陥落寸前の事態となります。窮地に陥った河野氏ですが、なんとか毛利氏の援軍を得ることに成功。かつて道康が厳島の戦いで毛利氏を支援したことがここで功を奏したのです。伊予に上陸した毛利軍は登坂城を救援すると、そのまま宇都宮氏の本拠地蔵ヶ岳城を攻撃し、あっという間に宇都宮豊綱を降伏させます。毛利氏の後ろ盾を得て一勝下の戦いを優位に進めた河野氏は、さらに将軍足利義昭のご内緒を勝ち取り、馬軍新軍の支配権も掌握。しかしその一方で毛利氏への依存度を増したことで統治権力への介入を許してしまいます。毛利氏は実子のいない道信の後継者として来島道康と小早川高景養女の間に生まれた牛福、後の道直を強引に擁立。こうして河野氏と毛利氏の一体化が加速するのです。この時道直の兄牛松、後の道房も後継者の一人とみなされていました。というのもその母は壇上の筆道直の娘であり、家臣団には道房を望む声も多くあったのです。結局道房は父の後を継いで来島村上氏の家督に就きますが、道直への対抗心からか河野氏から徐々に独立。最終的には畿内の織田信長へ離反し、河野毛利勢そして同族の野島村上氏との構想に踏み切るのです。ここで隣国土佐の情勢は急展開。長宗我部氏が急速に勢力を拡大させると一条氏を追放し、あっという間に土佐を統一したのです。勢いに乗る元親はついに伊予への侵攻を開始。主君の宇都宮豊綱に代わって地蔵ヶ岳城主となっていた大野氏を味方につけると西園寺領を攻撃します。さらに伊予東部の有力国衆金子氏と軍事同盟を締結し、馬軍新軍も影響下に置いたのです。その一方で毛利氏のサポートを得た河野氏西園寺氏も必死に抵抗を継続。岡本城の戦いで長宗我部軍は大敗を喫し、重臣久武親信が戦死します。この時長宗我部氏は織田信長と対立しており、共通の立場にある毛利氏との敵対を避ける必要がありました。そのため伊予侵攻は停滞を余儀なくされたのです。ところがここで事態は急展開。本能寺の変によって信長が倒れ、羽柴秀吉が実権を掌握すると毛利氏は秀吉と正式に講和します。その一方で秀吉への敵対路線を選んだ元親は伊予侵攻を一気に加速。宇和軍へ進軍すると西園寺氏の居城黒瀬城を陥落させます。河野氏は毛利氏に軍事援助を要請しつつなんとか防戦しますが、長宗我部氏の勢いはとどまることを知らず、北軍まで進軍を許し、北部の諸城は次々と陥落するのです。しかし長宗我部氏の快進撃もここまででした。秀吉がついに長宗我部氏攻撃に乗り出したのです。毛利氏まで従えた羽柴方の大軍の前にさすがの元親も降伏を決意。この時今治に上陸した小早川高景は金子元家の高尾城を陥落させると、怒涛の勢いで長宗我部方の東伊予地域を制圧します。そして毛利氏との一体化を望む声が高まる中、家中の統制に失敗した河野道直は事実上の隠居を余儀なくされたのです。この結果河野氏当主の役割を継承した高景が伊予を支配することになり、四国の戦乱もついに終焉を遂げたのです。やがて高景は九州へ移り、地域権力としての河野氏は滅亡、伊予は加藤義昭や東道高虎らの領国となります。そして江戸時代を迎えると義昭や高虎は巨大な金星城郭の建設を開始。かつて河野氏の本拠湯月城があった道後平野の地に伊予最大の城下町が誕生するのです。